皆さんにこの検討案のご案内をさせていただこうと思っています。ここ長屋門と言います。お寺で言えば三門ということですけども、長屋門、ここに、三千道場検討案という、看板を掲げて、活動を始めております。夏場になって、日が暖かくなれば庭で、お茶や、ちょっとした、塩にならば食事も外でもできるような塀に囲まれたこの、敷地の中はちょっと別天地になっております。こちらが、道場の本体ですが、一番奥座敷、ここが、10畳、次の間が、8畳、次の間が6畳、まあぶっ通すと24畳ですけれども、まあ、大半、まあ、この18畳ぐらいのところで、座禅をしたり、法話をしたり、質疑応答を受けたり、もっと言えば堅苦しくなるかならないためにはですね、昔浜松で喫茶店でやっていたカフェダラといって、ずっと長いことやって一番人気があった、状況なんですけど、まあそういう雰囲気でここを実際にはしたいんで、あまり堅苦しく考えないで、気楽に、言ってみれば遊びに行こうかなっていうぐらいの雰囲気で来ていただく中で、私と対話したり皆さんと話をしている中で、しっかり勉強できるものです。堅苦しいことで勉強できるわけじゃないので、ごくごく日常の生活の様子の中でお茶飲みながら、しっかり勉強できるものですので、そういう雰囲気でありながら、一面は、2500年、お釈迦様から伝わっている、本筋の人間のありようとは何かというようなこと、を学んでいただけたらと思っております。7月末ぐらいまでには、補修工事も終わりますし、理想通りの形に持っていけると思いますので、ぜひ、足を運んでほしいと思うんです。直接会って、語り合うのが一番かと思っておりますので、よろしくお願いします。この一番神の間、この床の間には今、師匠の、元老師が、残された禅師の掛け軸ですけれども、まあ、ほぼ晩年のもので、かなり、カビが生えたり傷んでいたんですけれどもね、真っさらになって用具ができましたので、なんて書いてあるかっていうと、学道道を学ぶ人ね、学道の人の人、真を知らざるはと読むんですね。真実を知らないということは、ただ、従前、普段私たちが使っている働きの従前の色心、考え方ですよね、を認めるがためなり、無量合来生事のもと、それが迷いのもとである。だけど普通には知人はって、知らない人はそれを呼んで、知人呼んで本来人となすと、こういうふうに書かれているんですけれども、人間が悩み苦しみ迷うっていうことはどっから始まるかって言ったら、
いわゆる考え方の中に全部あるものです。考え方によって悩み、苦しみ、迷いがある。本質は生まれたばっかの赤ちゃんのように、ただ縁に触れて見えたり聞こえたり、味だったりしてる。そういう人間の本質。それにお釈迦様は目覚められた方です。人間の本質ってもともと迷いも悩みも苦しみもなく、実に平和な日送りができるようにできるようになって、そのまま生まれてきて、そのまま今活動しているのに、人が成長するとともにですね、自我が芽生え、その自我を私だというように握りしめていく。そして自分の思うようにしたいというのを思い、自分の欲望とか、まあ、いい言葉を使えば希望とか、いろんなあるでしょうけれども、要するに自分の考え方によって、そこから思うようにならないという苦しみが起きたりしている。根本がそこにあるということを、まあ、さっき申し上げたように、カフェデラみたいなところでっていうのは、そういう話を十分して、自分の様子に触れていただくっていうことを大事にしておりますので、まあ、一番適した、掛け軸かなと思ってここにかけて、やっております。先ほども話していたように、浜松でやっていた時のカフェデラ的な雰囲気っていうと、まあ、こんな感じで、私はここに座り、周りに、来られた方たちが、座って、お茶を飲みながら、私が最初に話を始めて、その後質疑応答を受けながら、というような雰囲気、まあ、そんな雰囲気でありたいと思うので、ちょっとそんな雰囲気で、もし提唱っていうか、ような表現すると、まあ、向こう奥座敷のところで、きちっと清掃して、始めるって、ちょっと硬い雰囲気になるかもしれんけども、話してる中身はカフェデラっていう喫茶店で普通にやるような、話の中身なんですね。一つせっかくですから今取り上げて、お話をさせていただくと、これ、私がまとめた元老師の、短文ばかり、エキスばっかりをまとめたような本ですけれども、井上元老師五六の、88というところに、自分を自分で救う、どういうようになっているかっていうと、宗教とは自分を自分で救う道です。今やね、宗教って言われると、古くはオウム真理教、あの時に宗教っていう名がついて、宗教って、まあ、怖いものみたいにみんな言われてきました。近年では統一教会、ああいうものとごっちゃにされて、宗教っていうものが取り上げられるんで、宗教の本質っていうのはそういうところにあるわけじゃないんですね。ここであるように宗教とは自分を自分で救う道です。だから決してですね、お釈迦様がこの地球上では、一番最初に人というもののありよう、自分自身のありようというものに目覚められた方で、それが正しく今、2500年余り経った今日も、伝わっている世界の中で、中国も耐え、インドも耐え、中国も耐え、韓国も耐え、して今日本に伝わって、日本の中に唯一世界で残っています。それとて日本の中でももう、絶滅危惧種に値するような、数少ない様子になっておりますけれども、
少なくてもそういう教えは残っております。そういうものを大事にしてこの道場っていうのを開いて皆さんにお伝えしようと思っていますので、自分自身を救うっていうのはお釈迦様の教えを聞いてそれを行じて、行くというようなことのもう根本的誤りです。お釈迦様がどう説かれようが、道元禅師がどういうことを言われようが、説かれていることに間違いないですよ。間違いないんだけれども、そういうものを守っていこうじゃなくて、お釈迦様も道元禅師も達磨大師も、いわゆる悟りという体験をして伝えてこられた道は、誰も皆同じです。同じこの人という姿で、同じ中身の持ち主です。人人分譲豊かに備われるといえども、主せざるには現れず、小せざるにはおることなしというようなことを道元禅師も残しておりますけれども、人人分譲豊かにして、だから自分自身に学ぶんで、迷っていることを知っているのも自分、解決できたっていうことを自覚できるのも自分ですよ。必ずそうなっています。でその中身の方を少しお話をしたいんですが、この文章の続きは、自我感を捨てるのに何の心配もいりません、自我を捨て、自分を捨てているから見たり聞いたりしているのです。自我感を捨ててっていうでしょう。で、言葉についてもあると間違うんですよ。自我感を捨てるんじゃなくて、自我観念がどこにもくっついていないから、私が喋るとその通りに皆さんが聞こえるっていうことですよ。そうです、そうなってるでしょ。それ自我観念がすっかりそういうものから離れているからこそ、その通りに聞こえ、眼で言えばその通りに物が見え、匂いだってバラの花に触れればその通りの匂い、水仙であれば水仙の匂い、ね、その通りの匂いがきちっと、味わえていくように、もともとは人間ってなってんじゃないですか、ね、そういうように自我を離れることを主体にするんじゃないですよ。自我が離れていることをの方にしっかり目が向いてもらわないと、ね、普通は自我観念が育って、概念がきちっとして、それが根を張っていて、なかなか取れないって、それをどういうようにして取っていったらいいのかっていう話はどこでもやってくれてます。そうじゃないんでね、お釈迦様が悟られて伝わってきた仏教の本質っていうものは真逆なんですよ。生まれた時には自我観念はないんですよ。自我は持ち合わせてないんですよ。もともと無我なんですよ。で、誰もが経過する物心つくという時点で、この生まれてきた この体、この信心を私の所有物にしとして認めたところが自我観念なんですね。だから観念だから実物じゃないんですよ。思い込みだから。だから思いが離れている時には知らずにそのまま聞こえ、そのまま見え、そのまま匂い、そのまま味わえて、純粋に六根という人に機能がありますけれども、機能が機能として純粋にただ働いている、そういうことを知って、そこにしっかり目を向けて日常生活をしていただく。座禅する時もそうであり、食事する時もそうであり、通勤の電車に乗っている時だってそうであり、
この体の作用のことだから、どこにいようがですね、どういう状況であろうが、そこから離れることはできないでしょ。自分のこの活動だから、この自分から離れることはできない。こう離れることのできないこの本体、このもののはどうなっているのかということをまず知るってことが一番根本にあるわけですよ、ね、自分を救うのは自分だという通り、この自分のことが本当によく分かってもらったら、誰でも自分で自分が救われていることがよく分かる、ね、そしたら誰に太鼓判をしてもらわんだっていいんじゃないですか。自分で自分が救われたことがよくわかる。決して人に救われるということではない。救われる道というもののアドバイスはいくらでもできるということです、ね。教えじゃないですよ。アドバイスはできる。だから指導する人の言われる通りに、それを日常生活で行ずるということわけですね。人、さっき申し上げたように、人の教えを学んでそういう方向に行くんじゃないんですよ。だから人が話をしてくれるときに、その話が私のところで出している日めくり、31日のめくりがあるんですけれどもね、今再販始めている最中ですけれども、その何日かのところに、人の言葉がそのまま正しく聞ける人になればいいっていう一文がある。人の話がそのまま正しく聞ける人になればいい。みんな耳そのものの作用っていうのはどうなってるかって言ったら、言葉の通りに聞こえるんでね、自分勝手な解釈はしないんですよ。いいですか。耳そのものの機能っていうのはマイクと同じなんでね、その通りに音声拾うんで、その通りに聞こえるようになってるんだ。誰もがそのことを知って日常生活をするっていうことと、それに自分の学んできた知識が基準になっていると、すぐに良し悪し好き嫌いが出てくるんで、ね、良し悪しをつけたり好き嫌いの思いを起こして聞いてるっていうのはね、批判してるんですよ。聞いちゃいない。全然聞いていない。聞いてると思ってるけど全然分かってない。黙って聞ける人になるっていうことです。まず一点は。最後まで質問したいことがあっても、質問は最後に十分いくらでも受ける、ね、私なんか話をすることがたったで1時間であれば、あとの 2時間欲しい、質疑の時間を、ね、たっぷり後で質問いくらでも受けるんで、聞くときに黙って最後まで聞ける、そういうような日送りができたら、人の話聞くときでもね、聞くとすぐ思いが動いてしまう。そういうところに人間としての一番最大な欠陥があるということです。それが自我観ということ、ね、それは自我観なんですよ。そうじゃなくて、本当に昨日として赤ちゃんの時のまんま、ね、何も学ばない時の何の赤も何の着物もつけてない時のすっぱだかの人のありようです。大人になったってそうやって生きてる。だけどそういう時のことは記憶にほとんどないのでね、こうやってお話をしなきゃならない。その時に自分の様子を話しされてるようになっているのかいないかっていうことは自分のことだから、話を聞いて、ああそういうものなのかって、それで終わったんじゃ単なる知識じゃないですか。熱いものに触ったら熱いんですよ、これは熱いんですよっていくら学んだって、触ってみなきゃ熱いことを知ることできないでしょう。
同じですよ、自分のこと。だから話をしている通りに、マナコはその通りに 見えるようになって、色も形も大きさも、ね、そんなこと知らなくたって大丈夫、触れたらその通りに見えるようになってる。で、今見えてるもの、右にあるとしたら、右からマナコを左に移したら、左の景色にすぐ変わるんでしょう。前のものが邪魔になるってことは何でしょう。そんなに素晴らしい働きしてるんですよ。前のものを残さないで、次の様子にコロッと、どこで変わったのかも知らないほど、次の様子になりながら、間違いなくその通りの働きをしながら、生涯何にも残さないで、ね、ただただ今触れている今の活動だけ、これが人間の本質ですよ。そういうことを学ぶということなんですよね。それで自分の救われていることが、そういうように考え方を使わなければ、ものを捉えて、例えばね、考え方ってこういうことが言えると思うんですよね。皆さんも多分経験あると思うんだけども、今日会社に行ったら散々、悪口を言われて、まあその時もカチンと来てカッカしたけども、言い返しもしたけども、で、いう話を聞きます。で、それその時のことだから、その時終わったのもね、跡形ないんだけれども、人は終わったものをちゃんと認識して掴んでるために帰ってきてね、一人になって布団の中に入るとね、思い出してね、歯ぎしりしたり悔し涙流したりするのね。相手の人は何の関係もないでしょ、布団の中に入ってから思い出して直としたって。その自分の思いで自分が全部苦しむようになってんでしょ。どん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 思いを膨らましていくから、あの時もそうだった、この前もそうだった、あいつはいつもそうだなんて、そうやっちゃ、だから誰がどうこうしたんじゃないんですよ。人がどうこうしたんじゃなくて、自分の思いで勝手な想像したもので自分が潰れていくようになってるんじゃないですか、ね、そういうことが起きない、ね、耳の活動は本当にその通りに聞こえて、跡形がない、跡形がないから次の声がきちっと聞けるようになってるって、ね、こういうのが六根というマナコの働きでしょう、耳の働きでしょう、匂うという働き、味という働き、体の感覚という働き、もう一つはいろんなことが五感を通して入ってきたものが分からんのじゃないね、ちゃんと分かるという働きもある、それといろんなことが思えるという働きもある、どんなことがどう思えようが中身に関係ないんですよ。思えてる、今思えてる、その思いがあるという思いが動いているときに確実にその通り、昆虫症と思ったら昆虫症って思えてるの、ね、こんなことが思えてダメだなんて言うけど嘘ですよ。それは思えた後に始まる話、聞こえてるときにはその通りに思えてる、ね、この野郎と思ったときに間違いなくこの野郎と思えてる。でも安心してほしい、ね、言葉が切れた時に何にも残らんようになってるの、この機能っていうものは。そんなにスカーッとして生きられるような体にね、母親の体内で十月十日いる間に、そういう素晴らしい姿に、機能にしていく、昨日のまんま、そしてこの完成品として世の中に出てきて完成品のまま活動してる。それを壊すのは自分の思いですよ、
ね、そういうことを知ってほしい、ね、だからもう一回ここに戻るけども、自我感を捨てるのに何の心配もいりません。自分を捨てているから見たり聞いたりしているのです。今お話した通り、生活の事実が事実のまま動いているだけです。生活の事実が事実のまま動いて、見えるときにそのように見え、聞こえるときにそのように聞こえ、その通りの匂いであり、その通りの味であり、今日は冬にしては珍しい快晴、風もほとんどね、暖かい、今日定例の座談会なんですけどね、浜松から人来ていただいてるんだけど、誰も来てないの、もったいない、こんないい日に誰も来ないのって言われてますけどもね、いや、誰でもいつでも気楽に来れる場なんで、ね、来ていただきたいんですが、この体も触れたら触れたように、快晴、その青空に触れれば、雲のある様子にはならないでしょう。暖かい時に触れたら暖かさはちゃんと伝わるでしょう。何もかも生活の事実が事実のまま動いている、そんなつまんないことかと思うんだけど、そのつまんないと思わせてる そこに人間の本質があるということを知ってほしいんですよ。人のわがままな、こうあったらいい、こうあるべき、私はこうしたい、ああしたい、これは思いはいくらでも動くでしょう、そうやって。思いも今そう思えてることだけであって、その思えたことをどんどん使ってあれこれしようって、ものを成立するときにはそういうものも十分使えますよ。ただ、自分を苦しめるっていう方向に思いを使わないっていうことだけじゃないですか。だから事実が事実のままということの本質を学ぶっていうことがまず先決問題。考えの生活も思った時にあるのみです。こんなにはっきり書いてくれてる。思った時にはそのことがあるだけで、なのに厄介だね、思えるっていうこと。どうしても思いだ、中身が気になるからそっちへついて回ろうとする。そこの際がよく分かってもらえるといいんですよね。だから思わない時にはないのですって。思わない時にはないよね、当たり前すぎるのは当たり前のことなんですね。マナコでも物を見ると思って物を見ているのではないんです、ね、だって見ようと思うから見えるでしょうってよく言われるけどね。じゃあ見ようと思わない時には見えないのっていうのは、残念ながら見えますよねって、ね、だから人の思いに関係ないようになってる、向かったら必ずその通りに見えるようになってる。私たちの本来の姿はそれほど宇宙と我と一体なのです。この体と自分以外の環境というものは必ずそれが触れて一つになって生きている。そこにお釈迦様が築かれた人の本質というものがある。このことを話を聞いてまずは理解ができたら、ね、理解に用があるわけじゃないんで、そうなっている、ね、これから作るんじゃないですよ。そうなっている自分に目を向けてほしい。それにはどうするかって言ったら、人に六根という機能がある。この機能が機能のまま純粋に働いているところにしっかり目を向けていただく。いただくと、人間の思いの良し悪し好き嫌い
そういうもの何にもついてない姿がね、自分で、ああ、本当に思いも、その時思えただけで、純粋にただ思いと働きがあって、思いが病んだ時に跡形がないようになっている、ね、そういうようにして人っていうものは本質的に生活ができてるから、ね、ああだこうだって言うけども、こうやってみんな平気で生きていられるのは本質がきちんとそうしてるからなんですよ。それそのことが自分で本当に胸落ちがする。ああ本当にそうだ、こんなにスカッとしてる、こういう生き様っていうものがあって、それを使いながら今生きてるのに、それに気づかずにいて、自分の思いであっちひねくりこっちひねくりしながらね、まあうなぎじゃないけども、のらりくれのらりしながらでも、まあ一生なんとか過ぎていくからね。だから大体そんな生き方になってるんですよ。そうじゃなくて、自分の本質を知って生きることができたら、それは一日も早ければ早いほどいい。そういうようにして、そういうことをまず、知っていただく最初のご縁を結んでいただく道場として、まあ遊びに来るようなつもりで来てくださいって言うんですよ。来てこうやってお茶飲みながらこんな話をして、その後それについてのいろんな話が出てくる、そういう会話をしている中でどこかで気づくんだね。例えばこういう実例がありますよ。時計、今カチンカチン、振り子はカチンカチンって言ってるんだけど、あれ時計の音じゃありませんよって私が言ったのね。時計の音じゃありませんよ。時計がカチンカチンやって、単純にカチン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 、そうなってる。聞いてて、自分で聞いてごらんって言ったんですよ。時計の音を聞くなんて思わないで、音に触れててごらん。時計の音じゃないですよ。単純に事実が事実、実物が実物としてカッチンカッチンそんな話をして、会話してて、帰る時にね、老子おっしゃる通り、本当に時計の音じゃありませんでしたって本当にだ、単純にカッチンカッチン、時計の音というような聞き方をする していたけど、そうじゃないっていうこと。でそういうふうに物に触れた時に、ではさっき言ったように悪口言われたとした、その時にちゃんと褒められてる言葉には聞こえないだけで分かるわけだからいいじゃないですか。そういうふうに言われた、言われた時に終わったの。相手が言ったの言わんの話じゃなくて、自分の中で言葉が切れた時に跡形がないようになって、そういうものに煩わされない、そういう本質的な自分というものを目覚めたらね、いいんじゃないですか。ケロッとして折れる人になれって、わざわざケロッとして折れる人になるわけじゃない、ね、その時にそわっとだけで生活できる人、こういうところにこの仏教というものの根本的な教えの、皆さんがね知らない、まあ妙と言っていいでしょう、タイという字書きますよ、人間の考え方じゃ到底及ばない妙ということがある、ね、そういうものをここに来て私に触れ、この道場に触れ、学んでいただく。まあ、それ以外には今も月2回のネットの、まあ、座禅会やってます。
当然足組むわけじゃないのでね、方法しながらするんですけれども、質疑の時間を欲しいために、一方通行だったら何百人もこう向かってやったらいいんだけども、質疑応答したいので定員は10名でやってます。月2回申し込みをしてやっておりますけど、なかなか、たった10人ですかって言うけどね、たった10人が10人に満たないんですよね、不思議なことで。まあそういうこともやっておりますし、YouTube にもたくさん私のお話をしたものが流れてますし、いろいろ他の声もありますけれども、できうれば誰もが、絶対に、私には生涯一回でもいいから会っておくべき人と、私がいつも自分からそう発信してます。ぜひ来ていただきたい、そういう活動をしているここ道場です。今まではね、宿泊もしていろいろしたかったんだけど、場所はあるんだけども、まずはトイレとか、炊事場とか、自炊しながらでもとか、ちょっと弁当買って温めたくてもとか、そういうことができなかったんで、それをまあ夏頃までにはきちっと整えたら、そういう希望者も受け入れながら、一緒にやっていこうと思っております。私もね、今年4月が来ると満91なんで元気にしておりますけれどもね、皆さんが希望されるように、私が生きてる間って、40代ぐらいの人がね、私の生きてる間生きててくださいって言うから私いつまで生きたらいいんですかって、30年か50年生きててくださいって、まあそれは私だって長生きしたいし、長生きできたらいいと思いますけれどもね、いつかご縁があったら会おう、いつか会えるだろうは絶対に会えないと思ってください不可能です。私もだから年から言ってね、そんなに、いつまでもっていうわけにも、生身ですから行かないと思うんでね、まあ本気で聞いてみようか、一回会ってみようか、一回話聞いてみようかっていうことは、ぜひ、思い立ったが吉日という言葉がある通り、ぜひお尋ねいただけたらありがたいと思います。まあこんな感じの話をしながらやってるんでね、堅苦しいところじゃありませんので、気楽にって言っても、なかなかね、来られる人からすれば、そんなこと言ったってって思うかもしれませんけれども、苦みしかびつぶしたような顔してませんしね、食いつきもしませんので安心してきてくださいまあカエデラ的な雰囲気っていうのはこういうもんだっていうことを知ってもらうために、ちょっと今日は発信をさせていただきました。ありがとうございます。よろしくどうぞお願いします。